ゴールデンウィーク前というね、この暑さ、まさに新緑の季節がやってきたって感じですね。えらく小さいな、トーム、瀬戸大也、池江璃花子。もうあっという間に本当夏だな、初夏の装いだな。パーシモンホールのあたりまで歩いてきました。今日は暑い。この松木あたり大塩館高校、まあ中高ですね、かつての取引大付属、全然来てないからね。ちょっと暑いからちょっと沈むか。よいしょ。あ、接種会場になってるな。この下が図書館。今日はこのまま、駒沢公園まで歩いていこうと思います。あ、汗かいちゃう。青葉が結構、もう桜並木ですけどね、桜がどんどん青葉になっていいですね、この辺り。さあ、もうすぐね、駒沢公園が近づいてきました。いや、ほんと気持ちいい。この向こうにはね、深沢マンション。あ、ちょっと桜が残ってんのかな。はい、駒沢公園の南口でございます。うん、疲れた。さあ、南口から、駒沢公園が行ってきました。まだちょっとね、桜が咲いてたりもしますね。先送りなんでしょうかね。いや、ほんともうね、まだゴールデンウィーク前というね、この暑さ、まさに新緑の季節がやってきたって感じですね。はあ、気持ちいい。小鳥のさえずりもあるし。ここはまだ桜ですかね。綺麗ですね。何桜だろう、ね。もう桜の時期はね、ちょっと過ぎたんですけどね。それでも割とね、こうやって園内はちょこちょこ咲いてる桜もありますね。さてさて、もうそろそろベンチがあるんでね、休憩しますか。暑いっていうか、もう日向しかベンチねえのかな。ちょっと日陰のベンチを探すのが、なんかベンチじゃなくてもいいか。日陰がないね。タンポポありましたよ。この辺りはですね、ちょっと日陰なんでね。わあ、すごいな。駒沢大学の学生かな、こんなにいっぱいいる。昔娘の英検で一度来ましたけどね。あと学園祭にも来たかな。あー、疲れたけど気持ちいいな。どっかベンチ探します。まあ、ベンチなくてこれ座っててもいいけどな。まあ、ちょうど今お昼なんでね、どこも混んでそうだ。これとか綺麗だね。ちょっとずつ花が咲いている。そんな円形花壇を後にちょっと歩いてみます。もうあっという間に本当夏だな、初夏の装いだな。暑い。この辺りのまだね、新緑っていうほど新緑じゃないですけどね。まあでも、まあ前の秋のような感じでもないか。とにかく天気がいい。ああ、とにかく風が心地いい。まあ真ん中歩いてもいいけどね、真ん中自転車やね、人が走ってるからね、こっちの方がまだね、いいですわ。駒沢公園の
まあ、あのラーメンショップかね、いつもやる場所です。メモリアルギャラリー2020ってのがね、あ、一応水谷選手とかね出てます。顔ってなんかどんな風にするけどね、アップデートしてんのかな、アップデートしてるような気もするけど、あ、2020年ね、フォトスポットもあるね。はい、ということでね、オリンピック一応2020年もちょっとね、ここだけ写真 OK だそうです。優勝量えらく小さいな。1投目は瀬戸大也、経理加工こんなのか、174なんかだって変わんねえじゃん。瀬戸大也あんまり変わんないの、身長ね175ぐらいしようね、お前173か。経理加工、伊藤美誠ちゃん、こんなもん全然小さい。トーチはちょっとね、貸し出し中というかなかったですね。あ、なんかジュース買おうかな。あ、そうだ、俺なんかコーラ1本当たるんだよね。とにかく間違い探し、3つ間違い見つける。まずおにぎりでしょ、エビフライでしょ、大体こうパターン、あ、ここで雲だ。オッケー、こっちじゃない、オッケー、感覚で衝撃炭酸だ。あ、違う、よし、2本購入すればいいのか。少し涼しくなってきたかな。